いや、倉持先輩はすごいよ。そのコミュニケーションする中において、相手が聞いてほしいこととか相手の望むことを汲み取って出力する能力、段違いで高いのは何？いや、あれがギャルたるゆえんだなと思いますね。あれは才能だなと私は思ってしまった。第1回って銘打ったからには今後も続けていくし、なんだったらもう2回目の資料作り始めてるんですけど、ちょっと初回最高だったかさすがにと思ってね。この配信ってこういうスタンスで見ればいいんだ、こういうノリで見ればいいんだなっていうラインというかお手本みたいなものを見せて、しっかり盛り上げてくださった倉持先輩の力がバカバカバカでかいので、なんか今後倉持先輩があの死体を山に埋めに行くとかがあっても、私は全然ついてって手伝おうと思いましたね。そのくらいでかい借りが倉持先輩に、倉持先輩多分歌詞を作ったとは全く思っていらっしゃらなくて、そういう人柄がみんなに愛されてるゆえんなんでしょうけど、私は全然死体を埋めると、拳を振るいすぎて死体を量産してしまったから、今から埋めに行くぞ、しおりはるり手伝え、犬ここ掘れワンワンとか言われても、なんか全然掘るな穴をと思いました。倉持先輩、もしあの拳を振るいすぎて死体を量産してしまい山に埋める際は、私を穴掘り係にご用命いただけますと幸いです。クソお腹空いてきた。ちょうどいいでしょ。ちょうどお腹が空いて、皆様がご飯を美味しく食べられるように仕向け、いや、これも着略のうちよ。いや、もう任せて。この世で一番リスナー思いの VTuber だから、嘘です。この世で一番は言い過ぎ。でもリスナーさんのことは普通に大好きです。そりゃさ、そりゃ何の対価もねえのに、私の配信見に来て面白い、可愛い、すごいって言ってくれる人のこと嫌いなわけないんだけど。まあいいまあいい、明日お休みだからね、あの出ると言っても多分リスナーは一日で忘れるでしょうからね。まあまあということで、私の次回配信はあさって